疲れ様です。はい、今日何すかこれ。今日何だろうね、これ。なんかちょっと今日は、はい、報知新聞の YouTube に出るという、はいはい、ジャイアンツじゃなくて報知新聞の報知新聞。ほうでさ、ここになんか怪しげな人が映ってんだよ。触れたらあかんとこっすよ。触れたらあかんのっすよ。映すなよ。モザイクだぞ、モザイク。そこ絶対触れたらあかんっすよ。モザイクね。原監督います。これ原監督っぽくないよね。ね、うん、なんとなく。でも嬉しそうな顔してんな、ね、で今日は何するんですか。今日はね、はい、YouTube の、はい、まあ、喋ればいいんだよ。あ、喋ってくださるんですか、井上さん。いや、喋るよ。アドバイス的なこともするのかな、先駆者として。まあ何もないんだけどねだけどまあそういう質問、いろんな質問があって、それを一本の動画にすると。ああ、いいですね。いいか。いや、面白いじゃないですか。面白くするかどうかは俺次第だよな、多分、ね、でもこれはいかんぞ、これ。それやばいっすね。これやばいだろ。吉野部かっこいいね、やっぱり。じゃあ行ってくるわ。はい、はい、ちょっと今日密着しますね、井田さん。はい、密着して。はい、じゃあ今日のゲストの方よろしくお願いします。はい、でコンコンって入っていただく。はい、ちょっとテンション上げ目にいくか。テンション上げ目に、ね、はい、じゃあ一回閉めます。はい、一回閉めるちょっとなんか今日ちょけてません？ちょけて？ちょけてないですか？いや、やっぱちょけぐらいが一番いい。あ、それはやっぱ YouTube ですかね。そうそうそう、はい、ちょけたベイビー関係ねえかね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあもう待ってますね。はい、待ってます。はい、行きます。じゃあよっ、よろしくお願いします。お願いします。もっとして入るって久しぶりにやったよ。ノックしないもん、ね、面接以来です。就職の面接みたいですね。就職を面接なんて受けてないよこっちがね、あのお願いして評論家やっていただいてるのか、ね、はい、いやいや、高部さんの評論は僕ら助かってるんです、はい、要は巨人 OB じゃないんで、巨人 OB の方はなかなかちょっと喋れないことあるじゃないですか。なんかそうらしいね。そうなんですよ。まあでもみんな喋っていただいてますけどね、いいことね。高部さんはもっとこう超えてくれるっていう。超えてる俺。それでもなんかちょっとオブラートに包んでる感じがする俺はね。まあオブラートに包んでもらわないと困るんですよ。いや、そんなことないですよね。まあ新聞はいくらでも編集聞きますから。まあまあね、はい、あ、今日も編集聞きますんで。まあそうだね、はい、言いたいこと言うよね。はい、はい、P も入れます。今日は何。はい、今日はね、はい、高木さんをお招きして、はい、まあ、いろいろ聞いてみたいことに直撃させていただきます。はい、まず硬いね、ちょっと。そうですか。豊さん、はい、豊さんといえば、はい、まあ、今ね、あのプロ野球の OB の YouTuber の方、はい、たくさん今こう戦国時代ですけども、はいはい、まあ、その中でもパイオニアというか、はい、大変あの立ち上げるのが早かった、まあ、戦国時代というか戦国時代ですね、はいはい、いや、意外でしたよ。なんで高木さん YouTube やるんやと思って。あ、そう。これなんか始めたきっかけってどういうの。きっかけはね、いろんなこう、まあ、本も好きで読んでたりだとか、ね、まあ、YouTube ってのはあんまり知らなかったんだけど、まあ、ある人がお金をこうやり取りしながらやる仕事はこれからも廃れていくと。ただで発信をし、まあ、裏でもこう。スティーブ・ジョブズが最初こう、あの Windows をただでばらまいたでしょ。それで後で課金をしたという。まあ、それとはちょっと違うんだけども、先に提供する、はい、野球教室でもさ、ギャラいくらですか、どうのこうので、まあ、それで、あ、じゃあそれだったら行けますとかじゃない。そうじゃなくて、YouTube っていうのは、見ていただいて、広告収入で得られる。はいはい、あ、そこだなと思って、時代はね。だからこういうやつもいるんですよ。僕はただでは喋らないって。うん、まあ、青かって。もう時代遅れたら、入れっていうような感じです、僕は。そうですか。まあ、だから、そのお金は確かに裏ではいただいてますよ。だけど発信するのに、見ていただくのにお金はいらない。例えば野球の一つの技術を例えば YouTube で教える、バットの出し方はこうですよ、グリップの位置はこうですよって教えるのはもうただでいい。野球教室でお金をもらってるのなんていうのはナンセンスだっていうふうに、まあ、考え出したんです。まあ、それで一番発信ができるのは、あ、 YouTube だなと思ってやる。ありがとうございました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 。
よく喋ったよ。いや、どこまで喋っていいのか分かんなくなりました、途中。言い残したことないですよ。言い残したこと、もう死ぬような言い方すんの。遺言じゃないんだよ。いや、言い残したことっていうか、まあいろいろネタはあるよね。いやいやいや、なんか久しぶりになんかこうずーっと喋ったっていう感じだね。やっぱコロナで喋らなくなったでしょ、みんな。言葉数が減ってるよね、絶対に、ね、言葉が出てこなくなりました。1時間半ぐらい今喋ってるんじゃない。本当だったらここにお酒置いて、まあそうだね、酒飲ましたらこれもう仕切り出したらいいのにね。ねえ、まあ先輩言うのもあれですけど、言葉が早くなりましたよ。早くなったよね。そう、では これからはもうこれが普通にね。まあ早くて聞き取りやすいっていうのが一番いいんだ。トムさんはね、ラジオ風なんですよね。僕 ね、 あのね、文化放送のアナウンサー試験の最後の2人で落ちたっていう過去が。はい、じゃあ早口は得意なの？得意なので、あのただちょっとさすがにそれはもう二十数年前の話で、もっさりしてたんで、ちょっと僕もスーパーカントリオになれるような。いやいや、もうアップテンポで、はい、やっぱりやった方がいいと思う。そうします。ゴーみたいな。まあまあ、そういうことで、はい、面白かった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかいろいろ知ってるじゃん、2問ですか、はい、事情。ああ、まあ、ちょっと、あやおさんも一緒に、中田さんも一緒に。お疲れ様でした。お疲れ様でした。伝えきれました？いや、伝えきれるよね。伝えきれるというか、まあ楽しく喋るっていうのが。めっちゃ楽しそうでした、ね、まあ楽しそう、楽しそう。楽しい、楽しい、はい、うん。なんか他言うときたいことないんですか？ああ、でもね、やっぱり、なんていうのかな、やっぱ喋りっていうのはさ、口からこう簡単に出すものじゃなくて、やっぱ魂がいるな、はい、うん、言霊というかさ、だかどんなこと喋るにしてもやっぱ見てもらってる人がいるから、やっぱしっかり伝えるとかさ、冗談言うにしてもやっぱこう伝えようとするというかさ、はいはい、まあ、そういうものがすごく、まあ、3人とやったんだけど、2人はすごくそれを持っていて、うん、あ、軽く喋っちゃいけないなとか、なんか改めてこう勉強になったというかね、うん、そういう感じがします。まあ、会話の内容はね、あの概要欄に貼っておくので、そうそちらをチェックしていただいて、そうこれも最初と最後しか多分放送されてないと思うんですよ。なんだよ。美味しいところは全て、まあ 向こうで見ていただいて、大内さんの方でね、はい、まあまあ見てもらえると、はい、こういうのいいですよね。楽しかったですね。楽しかった。なんかね、なんかつまんでもらえばいいじゃん。はい。こういうこと喋ってるって。はい。ね。じゃあ帰ります。帰りますか。あれはいかんぞ。これ。あれはいかんやろ。